男気エース。この言葉を聞いて多くのファンが思い浮かべる選手がいます。広島、そしてメジャーでも活躍した黒田博樹投手です。その一本気な性格で数々の男気伝説を残した黒田投手の物語をご紹介します。男気を胸に。黒田投手がプロ入りしたのは97年のこと。専修大学から逆指名で広島カープへ入団しました。カープを逆指名した理由について、黒田投手はスカウトの園田俊彦氏の名前を挙げています。他のチームと比べて資金が限られているカープは、よそが目をつけていない伸びしろのある選手を見つけてチームの顔に育てていくことが至上命題でした。そんな中で園田氏が他の選手を見に行った際、偶然見かけたのが2年生の黒田投手だったのです。当時の黒田投手の印象について、園田氏はこう振り返っています。まさに一目惚れでしたね。これはという風格というか、他の選手にはない雰囲気を感じたんです。聞けば高校時代も3番手か4番手の補欠クラスで、大学でも公式戦登板ゼロの控えピッチャー。しかも当時専修大学は東都大学リーグの2部で、黒田投手は誰からも注目されていない存在でした。それでも一度惚れ込んだらとことん惚れ抜けがモットーの園田氏は、黒田投手を見るために専修大学へ通うようになり、その才能にどんどん惚れ込んでいったといいます。黒田は負けるもんかという意識が人一倍強かった。打てるものなら打ってみろという気概のあるピッチャーは必ずプロでも成功しますね。ドラフトでは上位で獲得したいという園田氏の熱意に押され、球団も黒田投手の獲得にゴーサインを出します。かつて尾形浩一選手、金本智明選手を見出したベテランスカウトの熱心な姿に、黒田投手自身も心を動かされたのです。無名な僕をそんなに買ってくれているならぜひお願いします。男気を胸にカープを逆指名し、ドラフト2位で入団しました。ルーキーイヤーの97年4月25日の巨人戦で初登板、初先発、初勝利、初完投の快挙を達成します。5年目の2001年には12勝を挙げ、自身初の2桁勝利、リーグトップとなる13完投を記録。98年以降 B クラスが続き低迷期にあったチームの中で、黒田投手はファンの希望となっていきました。2006年に FA 権を取得すると、最多勝、最優秀防御率と2年連続でタイトルを獲得しているカープのエースに他球団から熱い視線が注がれます。下位に低迷し、さらに資金面でも他球団に劣っているカープは、それまで主力選手の流出が続いていました。多くのファンが去就を注目する中、10月16日に広島市民球場で行われた最終戦に登板した黒田投手。彼の目に映ったのは消化試合であるにもかかわらず、びっしりと埋まった観客席でした。黒田投手の背番号15のボードを掲げたカープファンがライトスタンドを真っ赤に染めていたのです。横断幕にはこんな言葉が書いてありました。我々は共に戦ってきた。今までもこれからも。未来へ輝くその日まで。君が涙を流すなら、君の涙になってやる。カープのエース、黒田博樹。ファンの大声援を受け、FA で揺れ動いていた黒田投手の心は決まりました。巨人や阪神が提示する、4年16億、5年20億といった高額のオファーを蹴り、4年12億のカープに残留することを決意したのです。残留会見で、黒田投手は次のようにコメントしています。他球団のユニフォームを着て広島市民球場でカープのファン、カープの選手を相手にボールを投げるのが自分の中で想像がつかなかった。僕をここまでの投手に育ててくれたのはカープ。そのチームを相手に目いっぱいボールを投げる自信は正直なかった。黒田投手のカープ愛、そして男気に多くのファンが目頭を熱くした瞬間でした。涙の決断。残留した黒田投手は翌2007年も開幕投手を務め、かつて小さな大投手と呼ばれた長谷川亮平投手以来2人目の5年連続開幕投手となりました。そしてシーズンを通してチームの大黒柱として活躍し、7月14日の巨人戦では通算100勝を達成します。しかしチームは5位に沈み、10年連続の B クラスで終戦。シーズン終了後、黒田投手はついに FA 権を行使してメジャーリーグに挑戦することを表明したのです。11月30日記者会見の席で、黒田投手は目頭を抑えながらファンやチームへ感謝の言葉を口にしました。ファンの方、球団、チームメイト、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
球団にもありがとうの気持ちを伝えさせていただきました。そしてメジャー挑戦の理由をこう話しています。年齢的にも先は長くないし、11年間優勝争いもしていない。もう一度野球に対する気持ちを見つめ直し、新鮮な気持ちで挑戦してみたかった。かねてから憧れていた舞台への挑戦、彼は夢を諦めることができなかったのです。中途半端な気持ちではいかないが、ここまで来たのはカープのおかげ。また日本でやるならこのチームだと思う。最後に改めてカープへの愛を語り、夢の舞台へ挑むことになった黒田投手。2007年12月15日、ドジャースと総額3530万ドルの3年契約を結び、海を渡りました。迎えたメジャー1年目、パドレス戦でメジャーデビューして初勝利を挙げると、最初は好不調の波がありながらも徐々に力を発揮し、最終的には31試合に先発して9勝をマークします。翌2009年は野茂英雄投手、松坂大輔投手に次いで、日本人史上3人目の開幕投手となり、5回3分の2を4安打1失点の投球で白星を挙げました。打線の援護に恵まれず、勝ち星を逃すことが多かったものの、着実に実績を積み重ねていったのです。その男気伝説はメジャーでも健在でした。2009年8月15日のダイヤモンドバックス戦、ラスティライアル選手の打球が黒田投手の頭部を直撃するライナーとなり、病院に緊急搬送される事態になります。数日後、黒田投手に手紙を送ったライアル選手。手紙には謝罪に続いて、自分を責める文章が綴られていました。あなたに怪我をさせてまで、私はメジャーで野球をやろうとは思っていない。ライアル選手は、当時まだ26歳。若きメジャーリーガーに対して、黒田投手は関係者を通じて、気にしなくていい。と伝えます。そして、僕が野球をやめた時、彼にボールを当てられたと胸を張れる選手になってほしい。と相手を気遣ったのです。12年からはヤンキースへ移籍し、同年のリーグチャンピオンシップシリーズで中3日で先発登板。5回までランナーを出さず、7回3分の2を5安打3失点。ポストシーズンでの日本人選手最多となる11奪三振の好投を見せました。故障リスクを顧みず、全身全霊をかけた男気あふれる登板は、今でもヤンキースファンの間で語り草になっています。ヤンキースでチームメイトだった CC サバシア投手は、黒田投手について、こう力説しました。素晴らしい能力を持った投手であることは間違いないが、それよりも褒められるべきは彼の人間性だよ。たくさんの実績を重ねているのに、気取ったところが全くない。謙虚で、いつも冷静沈着でジェントルマン。非の打ちどころがないんだ。サバシア投手はサイヤング賞やア・リーグ最多賞など、数々のタイトルを手にしています。メジャー屈指のスーパースターも黒田投手から学ぶことは多かったと振り返っています。この世界に入ってきたプレイヤーの中には、地位や名声を得てスーパースターになったことで高慢になってしまう者も残念ながら大勢いる。もしかしたら彼と出会わなければ、俺もその一人にカウントされたままだったのかもしれない。傲慢は破滅に先立つということわざがあるが、そういう要素が彼には全くない。自分も彼とチームメイトになって元の自分に戻らなきゃいけないと教えられたよ。彼はまるで教会の牧師のような人物だと思うね。ヤンキースのブライアン・キャッシュマン GM も、ビジネスライクなプレイヤーが多い中で彼は正真正銘の男であり、そして侍だったと評価しています。こちらが複数年契約を提示しても、彼は1年1年で勝負したいから甘えたくないと断り、あえて単年契約を希望し続けた。私が知る限り、彼のようなスタンスを持つプレイヤーはいないよ。GM の私も彼の生き様から多くのことを学んだと思っている。ドジャース時代のチームメイトで MLB 最高の左腕と称されるクレイトン・カーショー投手も、黒田投手から多くのことを学んだといいます。僕が彼に多くのことを教えてくれと頼んだんだ。2008年の僕のルーキーイヤーは、ヒロも日本から初めてメジャーに来た1年目。でも彼はすでに日本で特別な経験を積んでいた。彼がいなかったら今の僕はない。ヒロと出会えたのは本当に幸運だった。彼とはチームメイトで亡くなってしまったけれど、今でも心がつながっていると思っている。僕にとっては生涯忘れることはない。最高のヒーローなんだよ。カーショー投手は黒田投手からピッチングやトレーニング、プロとしての心構えまで、ありとあらゆる手ほどきを受けていたのです。ドジャース時代から5年連続で2桁勝利を挙げ、名実ともにメジャーのスター選手の仲間入りをした黒田投手。 FA となった14年オフ、
アメリカのファンがメジャー残留を願う中、再び男気あふれる決断を下すことになります。貫いたカープ愛。14年12月27日、カープが黒田投手との契約を発表すると、カープファンはお祭り騒ぎとなりました。メジャーで抜群の安定感を誇っていた鉄腕には、ドジャースが年俸1600万ドル、パドレスからは1800万ドルのオファーがあったと報道されています。しかし、破格の条件を提示されても黒田投手は首を縦に振らず、最後はカープで全うしたい、という古巣への恩義を貫いたのです。年俸も4億円と、メジャーより大幅に低かったため、アメリカでも大きな驚きとして捉えられていました。カープ復帰の経緯について、黒田投手はこう明かしています。パニックというか、期限も決まっていましたし、どういう状況でどういう判断をしたか覚えていないんです。現役生活を終えて数年経っても、ファンの方が応援していただき声もかけてくれる。たくさん悩みましたが、引退して、こういう形で来れたのもカープのおかげ。決断は間違いではなかったと感じています。当時、黒田投手は39歳。野球選手人生の終盤に差し掛かっていました。現役時代の最後はカープで、彼はそう心に決めていたのでしょう。実は黒田投手が海を渡った3年後から、カープは復帰に向けた交渉を始めていました。鈴木清明球団本部長は、毎年黒田投手と話をして、粘り強く交渉を続けながらも、毎回毎回断られていたといいます。メジャーでの活躍を喜ぶ反面、カープに復帰してほしいという、複雑な感情を抱いていた鈴木本部長。彼の携帯電話に黒田投手から連絡が入ったのは、14年12月26日のことでした。電話を取ると、暗いトーンで話し出す黒田投手。去就について悩み抜いたことが伺え、やはりダメかと思った時、黒田投手が言いました。帰りますよ。どこへや、ドジャースか。鈴木本部長が聞き返すと、広島です。ときっぱりとした答えが返ってきたのです。こうして黒田投手の電撃復帰が決定。広島の街は歓喜に沸き立ちます。一方、アメリカメディアは黒田投手について、日本出身でメジャー史上最も成功した投手とその功績を称えました。 CBS スポーツではこの時点での WO の数値を用いた歴代日本人選手のランキングを作成。 WO とは打撃、守備、走塁、投球を総合的に評価して選手の貢献度を表す指標です。黒田投手はイチロー選手、野茂英雄投手に続く3位だったことを紹介しています。イチロー選手が 58.8 とダントツだったものの、黒田投手は2位の野茂投手の 21.8 と僅差の 21.7。 歴代日本人メジャーリーガーの中でもレジェンド級の活躍を見せていたことがわかります。 NPB 復帰1年目となった15年3月、詰めかけた3万人を超えるファンからお帰りなさいコールを浴び、40歳となった鉄腕がシーズン初のマウンドに上がります。ヤクルト打線を7回無失点に抑え、勝ち投手となり、ヒーローインタビューでこんなコメントを残しました。いつまで体が続くかわからないですけど、体が続く限り、チームのために投げていきたいと思っています。しかし、黒田投手の体はすでにボロボロの状態でした。ドジャース時代に頭部に打球を受けた後は後遺症と戦い、広島復帰後は右腓骨筋腱周囲炎で抹消。慢性的な肩と首の痛みにも悩まされていたといいます。それでも持ち前の男気でマウンドに立ち続け、15年は11勝、16年も10勝と、2年連続で2桁勝利を挙げたのです。16年10月18日、ついに現役引退を発表します。引退会見で、黒田投手は清々しい表情で、次のように語りました。出来すぎの野球人生だったと思う。11月5日に行われた、リーグ優勝報告会での引退セレモニーでは、チームメイトから、背番号と同じ15回胴上げされました。そして最後は、マウンドの手前にひざまずいて号泣。大粒の涙とともに、ファンとマウンドに別れを告げたのです。日本人投手として初めて、先発勝利数のみで、日米通算200勝を達成した、男気エース。その伝説は、これからもずっと、ファンの間で語り継がれていくことでしょう。